エールスポーツ創刊記念特別企画、プロからのエール、水戸ホーリーホップ、時和大学高等学校キャプテン本音トーク。年々さらなる躍進を続けるサッカー J2 水戸ホーリーホップ。一方、新人戦県大会で優勝した女子サッカー部や体操部をはじめ、確実に茨城県トップレベルの運動部を育て続けている時和大学高等学校。運動部のチームを束ねるキャプテンは悩みも多い高校生。厳しい J リーグで戦い続けている水戸ホーリーホックキャプテン船谷圭介選手と、高校時代はサッカー部のキャプテンを務め、現在水戸ホーリーホックの右サイドバックとしてチームを支えている田向井大輝選手は、彼らにどんなアドバイスを送るのでしょうか。やっぱり一人の力って限界があると思うし、そのやっぱチーム全体が、なんていうんですかね、同じ方向に向かっていくために、その全員が一緒の方向に向かえるっていうのがすごい大事だと思ったんで、まあ、みんなと喋るようにはしてました。船くんは結構背中で引っ張るタイプというか、本当に船くんのその取り組みとか、そういう姿勢を見て、その一緒にプレーしている人たちがやっぱりちゃんとやらなきゃっていう気持ちにさせてくれるようなキャプテンになるし、まあ、今年もそういうキャプテンなんじゃないかなと思います。やっぱりキャプテンってその部活の顔だし、まずはもう自分がとにかくもう誰に何も言われないぐらい自分でもしっかりやろうっていうのは決めて、まず自分がやるべきことをしっかりやろうかなっていうふうに考えてました。それぞれのキャプテン感を語るプロの選手。新人戦を終えて、時和大学高等学校のキャプテンの皆さんも課題が見えてきている頃でした。自分たち新人戦で2試合やって、2試合とも勝ち試合を逃して1勝もできなかったんですけど、負けた後もしばらくショックが大きくて、でもこのまま折れてたら次また公式戦増えてくるので、その中でこのままじゃダメだなと思ったんで、あの新人戦の悔しさは次につなげたらいいんじゃないかなっていうのを思ってました。練習試合とかでも結構大差で勝ってるチームだったんですけど、1試合目は PK で勝つことになってしまって、その中には、まあ、自分も焦っちゃってチームをうまく練習のように動かせなかったなっていう後悔で、2試合目に臨んで、2試合目も結局延長まで持ち越してしまって、まだ決定力不足っていう課題が見つかって、今それに向かってみんなで練習に励んでます。まあ、やっぱり悪かった時ほどやっぱミーティングとかみんなで話す機会って多分すごく作った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、去年本当に順位的にもすごい下で苦しい時が多かった中で、まあ、本当にそういうミーティングで、まあ、やっぱり自分たちがもう一度自分たちの考えを統一できたのが、まあ、やっぱり最後結果として残留できたことにつながったんじゃないかなと思うんで、やっぱり悪くなりそうな時とか結果が出なかった時とかは、やっぱりみんなでミーティングしてもう一回気持ちを確かめ合うっていうのはすごい大事かなと思います。冗談かどうかは分かんないんですけど、監督にお前らの代は一番なんか史上最弱になっちまうって言われて、それでもう、まあ、ずっと何年も続いてきているベスト4落ちちまうぞっていうずっと言われてて、ずっと不安で、それがそんでキャプテンになって、まあ、いろいろ責任はとてもキャプテンにあると思いますし、そういう不安が結構ありました。最初は俺の時も俺の代が多分一番今までで弱いって一番最初に言われたんで、でもそれはもう俺はみんなに言いましたけど、こう言われたっていうか、こう監督にはこう思われてるっていうのは、逆にそれでみんなそこから悔しいからみんなで結果残そうぜっていう雰囲気にはなったんで、まあ、あんまり一人でこう抱
抱え込むっていうよりはみんなに言って、やっぱりみんなで頑張らないとやっぱ結果出せないと思って、みんなでもう一回見返してやろうぜっていう気持ちになるようなことをするのがいいんじゃないかなと思います。チームをまとめるキャプテンという立場、試合結果だけでなく練習や日々の生活でも悩みは絶えません。こうちょっとしたことで喧嘩してるとか、練習中の雰囲気が変わったりしちゃう、体育館の雰囲気がこう悪くなってしまうというか、掛け声が途絶えてしまうとか、こうそういうのは一番に声を出さなきゃいけないので、自分が声を出して周りにも気づかせるというか、そういうのをしなきゃいけないなという気持ちはあります。練習とか試合でもそうなんですけど、スイッチが入るのが非常に遅いんですよ。試合もその前半すぐ開始すぐに点取られてしまったりとか、練習も始まってすぐはなんかすぐ騒いじゃったりとか、そういう空気で臨んでしまうことがちょっと多いんで、そのスイッチの入れ方というか、そこはちょっとまだ自分はできないなって思うんですけど、プロでもなんか緩い雰囲気になってる時とか、練習中でも試合のアップの時でもあるから、まあ、高校生やったらなおさらそれが多くなるんじゃないかなと思いますし、まあ、言いにくい時もあると思いますけど、まあ、それを言うのが役目なのかなとは思います。僕の時はとにかくキャプテンは一番嫌われるって毎年言われてたんで、まあ、もう本当キャプテンになった時はもう覚悟してましたね。全員に嫌われる覚悟で。個性が強い選手が特に1年生とかに多いんで、どういったら伝わるかとか、どういったら理解してくれるとか、そういうのを考えながら、怒ったりしないといけないんで、あんま強く言いすぎても、ダメな選手とかがいるんで、やっぱそこがちょっと最初どうしていいか、まあ、今も悩む特技があるんですけど難しいです。怒る側っていうか言わなきゃいけない側の言い方ってすごい大事だと思うので、まあ、それによってやっぱり雰囲気が良くなるのか悪くなるのか変わってくると思うので、すごい大事だとは思います。でもあんまり怒るときは誰かの前っていうか人前で怒らないようにはしてましたね。やっぱり何か問題行動を起こしたりとか、まあ、練習の態度良くなかった選手とかはなるべく2人で話すようにはしてました。時にはチームメートに厳しく声をかけ、チームを鼓舞するキャプテンという存在。プロの選手との対談を通して、それぞれのキャプテン像は見えてきたのでしょうか。最後に一人一人に今年の目標を語ってもらいました。さあ、その練習の空気がをうまく作れたりとか、そう、そのキャプテンが言わなくても誰かが気づいてくれるとか、キャプテンで引っ張るっていうよりはみんなで横に並んでその目標に向かって歩いていきたいですね。公式戦に強いチームを作りたいので、練習試合とかではやっぱり能力が多分伸び伸びできる部分があるんで、自分たちよりレベルが同じとか明日のチームになんか公式戦になったら負けちゃうっていうのが多いんで、この公式戦強くこう緊張しないようなチームにしていきたいと思います。史上最弱のチームって言われてた、まあ、自分たちの代で絶対に、まあ、県で優勝して全国大会インターハイとかウィンターカップに出られるようなチームにしていけたらなと思います。去年のインターハイで目標としていた予選通過をして決勝大会で演技をするという目標が達成できたので、今年は予選でいい得点を取って最終班で
演技をしたいっていう目標が今年はできたので、みんなでその目標を達成できたらなと思っています。常に上位にいるというか、上昇で上にいるチームになりたいです。学校の生活では他の生徒の見本となれるような服装だったり挨拶だったり、そしてで練習中は目標である関東出場、全国出場を目指してお互いを高め合えるようなけじめのあるチームを作っていきたいと思います。もうすぐ新学期、1年生が入学して新たなチーム作りの季節。チーム作りの難しさと大切さはプロも高校生も同じ。水戸ホーリーホックの、そして常磐大学高等学校運動部の皆さんの今年の活躍に期待しましょう。